エンジンルーム見ていきます。綺麗なエンジンルームですね。こんな感じで、特に変わっているようなところもないですね。で、このヘッドカバーもとても綺麗です。98スペックなんで、HID が装着されてますね。こんな感じですね。ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。かかりの方はね、非常にスムーズで、特に異音とかはしていないです。ちょっと吹かしてみます。上がりの方もなかなかね、いい感じですね。で、タイミングベルト、交換履歴があって、こちらの方にですね、94,000km の時に交換しているという感じのエンジンになります。以上、エンジンルームでした。